イパッシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。食べ物でも探しに行ったのか？オイラ、近くを探してくる。ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ？お腹が空いた。水を。けど今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。また急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？外に出て確認しよう。あれ、洞窟の外がどうしてこんなことになっちゃってるんだ？一体何が起こってオイラたちはどこにいるんだ？うん、そうだよな。それじゃ周りを調べてみよう。周りの景色が突然変わったのか？
見切りました。さっ、信頼感度、裁きの雷、じゃじゃーん、歌え、僕の名のもとに、ここより弱滅の時、見切りました。ファッションは私が定義する。ハリポレ、逃げ道はありません。邪魔者の粛清を。変な場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。
人、また会ったな。アビスの使徒だ。おいお前ら、この変な空間で陰謀を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀そんなことはまだ知る必要はない。アビスに使えよ。光、見切りました。そこ、せいよっ、はっ、よっ、無我の境地、アビスの潮なり、せい、さばきの雷、願いを、よっ、天内に染まって散りなさい。逃げ道はありません。破滅は、うん、もう止められない。終焉の審判。て、見切りました。せと、よし、はびこれ、死ね、属性を断ち切れ。数え切れないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。兄さん旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないから。王子様はとうにお前を捨てた。お前の存在は王子様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。
いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの。あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか。もしかしてあなたもご覧になれるんですの。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか。それに変な夢を見た。うわ、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ。私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ。ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。すみません、果汁をたくさん飲みましたのにまだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹すいたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ。この2つはオイラたちの得意料理だからな。わー、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。行こうか。できた料理をティナリから渡された弁当箱に入れよう。さっきオイラが洗っておいたぜ。
わあ、いい匂いだな。この弁当、見栄えもなかなかだ。さあ、ハイパシアと一緒にご飯を食べよう。ですか。私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ。パラハームの主な原料はマハールッカ・デバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして、地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。さすが世界樹とつながるお方、飲み込みがお早いんですのね。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ。それは彼女の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おー、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか。ハイパシア、お前はそれが怖くないのか。怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと創神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに
人に夢を見せる力があるなんて、おかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え、そうなのか？ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば、知恵はすなわち理性。けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。そうですの。夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えでは、スメール人は夢を見ません。なぜなら、知恵の神であるマハールッカデバータの恵みによって、人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は、夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して、教練員の生徒になり、研究員になりました。そしてやはり、私も二度と夢を見なくなった。けれどあの日、私が驚かせてしまった彼は、私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然、子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして、夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど、今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう？今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは、私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか？地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろう。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある？気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教練員に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、
カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど、先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前。はあ、もういいよ、行くとしよう。別に、教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ？ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけど、あの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るときあるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね、スメールを知恵の都市にした礎だっていう人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に。その通り、ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうからそこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあオイラたち行くよ。うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。
これからスムエルシティに行くんだ。うん、安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それにいつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから。これからもみんなと一緒にウリンを守っていくんだ。それとごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。これいい、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃ、見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。私たちレンジャーは最善を尽くしてお前たちを助けるから。